ふーん、というわけで、ふーん、冥界への扉が開いているぜ、ふーん、というわけで、原神、ふん、本日リリースの、ふん、やつだ、ふん、やっていくぞ、ふーん、いくぞ。我が名は、アッツェル。つまり、お前たちは世界の外から漂流してきたのか？なに？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとしたとき、見たこともない神がお前たちの前に現れた。オベリスクのご神ヘーダーよそ者、お前たちの旅はここまでだ。なに、俺はこれでターンゲン。この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉へ。終焉へのカットダウン。あうっちぃー、さあ、行くぜ。おー、その程度の攻撃では神は倒せん。おー、なに、うーん、どっちのモンスターを選ぼうかな。おー、我が名はアッツェル。おー、なに、あー、こりゃ、次元の崩壊か。愛神、許さないぜ。おー、おー、崩壊、崩壊想定、人形はデスボール。なに、どうするつもりだ。アンディメンション化された。この妹、アンディメンション化されたのさ。はあ、こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。果たしてそれから何年経ったのか俺にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよっていた。2ヶ月前君と出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぞ。おお、うん、ジャンプジャンプということで、おお、どっちに行くのかな。おお、おお、左クリックで攻撃ということで、おお、倒すぞ適用な。うん、ちょっと待って、まだ慣れてないぜ、まっそっさに。はあ、おお、全速前進だー。うん、 F キー、ほう、ふーん、なんとか乗り越えていく。ふーん、なんか飛んで、ふーん、進めなそうだな。登っていくか。ふーん、登る。登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。ふん、じゃあルートを決めたら出発だ。おお、さあ行くぞ。変速前進だ。おお、この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ。うん、オベリスク、そしてオシリス、そしてアーノヨク侵入。ふん、さあ登れないぞ。もう登ってたぞ。ふーん、ゴッドハンド、ふーん、クライムということで。おー、おー、滝か、きれいだぞ。ふーん、ゴッドハンドダイブ。ふーん、ふーん、ゴッドハンドクロールということで。おー、ふーん、クロール、うん、鈴木、うん、いただくし。おー、うん、うわー、バカだー。うん、うん、リンゴ、フリックのリンゴ、勇気を果たせるし。おー、
おー、いただく。おー、キノコマン。おー、街が見えた。うん、ちょうちょ、おー。風モンスターか。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、うん、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。何？そいつを言え。は、言え。おお、おー、そっちか。おお、案内頼むぞ。ほら、言葉は歌となり風と共に流れてその中にきっと妹さんの情報があると思うんだ。おお、妹を探す。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけど、ね、が神を従いの神に選ばれたデュエリストのみ。おお、さて答えてくれるかな神は。はあ、おう、泳ぐんだー。サクセク。おー、連続前進だー。ゴッタンドクロール。ふん。おー、ふーん、地図が見えたぞ。どうだ、この世界の元素を感じたか。ふーん、意味不明。ふーん、だが、どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。ふーん、風属性の攻撃を得る。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。ほう、ほう、意味不明のカード。おかしいわ、神様にとって失礼だぞ。なに、ほう、そうなのか。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。ほう、モンドは風の都市で七神の中で風神を祀ってるんだ。ほう、心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。ほうが、神のカードの手がかりを探そうかね。モンドには銀融詩人がたくさんいるから。あ、地獄詩人がいるっぽいわ。手に入るかもしれないぞ。ほーら、妹さんの情報が聞こえてきたろ。よし、じゃあ行くか。ほう、行くぞ。なに、ほう、いいで、ほう、元素、ほう、コカッツ、ほう、ブラックマジック、おお、チャージで、うーん、おお、おお、急で幻想爆発、おお、爆発。これは七天神像にもらった風元素の力だ。おお、いい。はあ、オイラもこんなかっこいい戦い方ができたらな。おお、うん、コントローラーこれでいけるかな。うん、コントローラーでいけるようになったぞ。ああ、いい。うーん、連続前進だー。おお、都に行くぞ。おお、うん、こっちの操作にも慣れていく。おお、
ぬ。おお、ドラゴン族モンスターだった。でかいやつが空を飛んでるぞ。森の奥に行ったみたいだ。気をつけて進もう。おー、森、フィールド魔法森に侵入していく。おー、何、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる。おぉ、おぉ、冷静になれ、冷静になれ。おぉ、ジワイオス、名もなき竜、ジワイオス。おぉ、落ち着け、冷静になれ。おぉ、行ってしまったぞ。危なかった、吹き飛ばされるところだった。お前の髪を掴んでおいて助かったぜ。俺に髪はない。さっきは何があったんだ、食われるかと思ったぞ。絶対あのドラゴンと話してたやつが関係してるよな。ねえ、あんた待ちなさい。なに、風神のご加護があらんこと。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。よろしく。若菜は合ってる。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？そういうのはない。落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しくない。怪しい人はみんなそう言うわ。若菜はあってる。この辺の地域じゃ珍しい名前ね。それからそのマスコットは何なの？ショック魔法非常食。全然違う、マスコットイカじゃないか。とにかく旅人よね。旅をしてるぞ。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているのだから、早く城に入った方がいいわ。入るか。入る。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。おお、なんか仲間になったと。おお、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 弓に、弓つく、おお、当たらない、うわー、おお、おお、ゆっくりと狙いを定めて、おお、おお、うわー、おお、最近、荒野の化け物が城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。掃除してやるぞ、ザコモンスターって。神の力で粉砕してくれるわ。ここなんか遠距離でしましま行きたいな。来てるんだ。頼んだぞ。倒す。出よ。ここキャラを交換していく。本当にしぶといんだから。当たらないぜ。ザ
ドモンスター楽勝楽勝粉砕。さあ私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。ほう、行くっす。ふう、着いたぞ城に。ふう、にぎわっている。ほう、ピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。おお、ようこそということで。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあなたに渡したいものがあるの。おお、何かな。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。おお、あーに、あの高いとこっていうことかな。おー、やばい、行くしかない。おー、こっちか。おー、ゴッドハンドダイブ。いやー、おー、おー、体力やばいっすね。おー、ここはキャラも変更できない。おぉ、やばいっす。おぉ、やだー、覚えたくない。おぉ、うぅー。それでお礼っていうのはね。ほぉ、じゃーん、風の翼よ。ほぉ、風の翼。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。おー、空を飛んでいくし。ここに連れてきたのはあなたにこれの良さを体験してもらいたかったから。ほう、面白そうだ。さあ、早速風の翼の性能を試しましょう。ほう、前に進む、前に進むんだ。 A ボタン、うん、ほう、おお、飛んでいると。おお、おお、ふう、なーに、なんか起きてる。嘘。おー、なんだなんだ。おお、おお、名もなき竜ティマイオス。暴れているねえが。落ち着きんな。おお、やね、おお、サイクロン、ハリケーン、うん、うん、トルネードウォール、おお、あれ、風の翼ってこんなに長時間対空できるのか。落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。なに、この声は。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。おー、ファーストリー、ヒュージングリー。あー、闇に消えんな。おー、的がでかいから当たりやすい。大丈夫だ。うん。
巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。ほう、ガイア先輩、ガイア暗黒騎士ガイア、一緒に。はあ、待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。あ、そうだった、こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。本騎兵隊が暗黒騎士ガイアということで、光栄記録2300。この人は、遠いところから来た旅人さん。待ってる、遠いってことしかわからないのか。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。はあ、行くか。よっ、ここが騎士団の本部みたいだな。入るか。おー、入る。おジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ、私も協力するから。ほう、代理団長様、連れてきたぞ。ほう、はと、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど、モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。ふん、私は代理団長のジン、こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら。ほう、いい子ではない、キャビゼ。かわいいわね。ほう、かわいいぞ。ただタイミングがあまり良くないわ。ほう、タイミングを逃すだと。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも、騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが。ほう、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。ほう、いや、もうドラゴンとかモンスターを倒すの俺が行く。オイラも手伝うぞ。ほう、貴様ら、じゃあ作戦を練るとするか。うん、煩わせるまでもない。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほうほう、どこなんだ。放棄された四風守護の神殿よ。神殿だって、このダンジョン的な。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。はあ、暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。ふん、この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。はあ、行くぞ。ほう、祈願だぞ。ほう、これだ。ほう、今ガチャっていうことか、つまりは。ほう、回せるのかな。ほう、初心者応援ということは、この辺やってみるか。ほう。ほう。いけるのかな、ほう。ほう。ではおー、お金ということで、まだ引けないぞ。おー、これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。おー、準備を。今度の鍛冶屋に行ってみようか。うん、鍛冶屋だ。おー、武器を揃える。おー、ここか。鍛冶屋はあそこだ。はあ、うん、武器をもらう。なんだ？はあ、武器をもらいたいが。
鉄を持ってくれば製造してやる。ほう、わかった。礼はいらない。仕事に戻るよ。ほう、あれが神殿か。はー、ほー、ここが放棄された地風守護の神殿の一つだよ。ほう、神殿か。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でもめったにここには来ないの。うん。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。ふーん、エクス、そいつ、バカだ、あっち向く。おー、冥界への扉が開かれる。おー、なんだこれは。あの操作台を使えば扉が開くよ。おー、バカだ、あっち向く。ということで、開いていく。見えた、神殿の最深部だ。うん、なるほど。うん、なるほどね。入れ替えてみるか。頼んだわよ。おお。ほいで、もう燃え盛る大地。燃え盛る。ほう、燃えていく。ほう、燃え盛る大地。おお、燃えていく。はあ、ああ、いいぞ。ほう、なに、ほう、モンスターだ。見えるんだ。ほう、ほう、ほう、至近距離から。ほう、ほう、操作にまだ慣れてないから。ほう、爆殺。ほう、ほう。気持ちいい。角笛の音。何？きっとさっきの戦闘のせいで気づかれたんだ。でも、こういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。ウサギ伯爵出撃。うん、頼んだ。おー、爆殺。おー、ほう、もう普通に殴っていく。ほう、ほう、さあこの辺が燃え盛る大地で。ほう、うわさあって、なんか敵がいるが。あれって火薬が詰まった樽だよね。つまり、ほう、うん、なるほど。矢で撃てば起爆できると思う。ほう、あ、爆殺。ほう、ほう、ほう、ここは入れ替えて。ほう、不器用です。ほう、うん、経験値をもらいつつ、うん、じゃがいもということで、ほう、にんじん、ほう、にんじん、なに、高いね。上に何かあるみたい。これはなんか、ほう、元素のやつ。でも、どうやって行くんだ。ほう、読めたぞ、そいつは。あれは、ほう、炎元素の石碑。ほう、強い炎元素で攻撃したら起動させられるかもな。こいつで、ほう、浮いていく。ほう、ほう、竜の気配がする。ほう、あれが力の集まるポイントかな。よし、壊そう。おお、バッサッ。ふう、疲れた。でもこれで少しはジンさんの役に立てたと思う。ほー、帰ってきたぞ。
ほう、ほう、ふーん。うわー、バカなー。ふーん、やばいっす。ほーん、ほー、やばいっす。ほー、言うんだー。ふーん、敵がいる。ふーん、さっきの借りを返してやる。ほー、なかなか強そうなモンスターがいるが、ほー、ほー、ほー、結構強い。ほー、うん、なんか竜巻起きているが大丈夫か。ほー、おお、ああ、さあ、貴様の墓場に送ってくれる。おお、はあ、ああ、どうした、おじけづいた。ほー、敵へ、ほー、奇襲を仕掛ける。ほー、ほー、さあ、貴様らも、ほー、宝を渡してもらうぞ。ほー、アンティールール、ほー、かけるのは貴様の命。ほー、いただいていく。ほー、まだ生きていたか。おお、おー、来たっす。おー、ガイア！この神殿で少し予想外のことがあった。ほう。スライム、ヒルチャール、それから、風魔竜が残した魔力のつながり。ほう。中はきっと賑やかなことになってるだろうな。はあ、雑魚モンスターにすぎんぞ。気合の入った発言だな。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。ほう、残念だな。行こう、少年。うっさー、きつい。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。ふん、四風守護の周りを掃除してやろうか。はあ、行くぜ。ほう、さて、ふー、さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。ほう、見せてもらうぞ、貴様のデュエルをな。ほう、何使えるだろう。ほう、なんか強そうだな。ほう、俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。ほう、何、ほう、水か、ほう、つまりで伝導率が高まるというやつか、凍結か。ほう、なんでわかるんだ。経験だ。水で長年後片付けをしてきた経験だよ。強い。おお、なるほど、属性はまず、こいつはどうだ。おお、お前は神の目を持っていない。おーおー、そうだろ。それはどうか。うん、神だ。どうやって元素の力を使ってる。不思議な現象だよな。うん、ほう、ほう、なに、ほう、だ、凍らせるぞ。こいつはどうだ。おお、凍らせてくれる。ふう、やっと着いた。おお、前に道がない。空域を利用して上に登ろう。向こうにたどり着けない。
ふーん、なんか燃え盛る。ふーん、スライムがいるし。なるほどね。ふーん、フィールド魔法を発動できる。ふーん、水元素だ。これで息を消せるよな。そうだ、鋭いな。ジンから称号をもらって騎士にならないか。おお、ちょっとクールダウンが。これ。あいつ。なかなか強力だな。おお。ほう、とても危険だと。おー、だが俺は暗黒騎士かよ、出陣です。頑張ったら届かないよ、これ。おー、さあ、行くぜ。おー、走り幅跳びでなんとか、行けないかな。おー、さあ、行くぜ。普通に行くか。これ。おー、そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。あれか。おお。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか。おお、せっかちだな。可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。戦士族モンスターだ。神殿での戦いは勉強になったぜ。どういたしまして。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。 お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。おお、伝説って。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。帰るぞ。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。はあ。お前らの仕業だったんだな。ウィーウィーウィーすぎーウレオ。ほう、騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない、おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。ほう。ほう。ほう、なんか上の方にある。登ってみる。ほう、ちょっとスタミナを回復したのち。ほう。ほう。そり立つ壁。なんとか上の方まで行けないかな。スタミナを最大まで回復したから。ほう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 、なんかあったぞ。ほう、ワープポイントというか。ほう、起動したぞ。ほーほー、優雅な空中飛行を楽しんでいく。ほー、なんかモンスターがいる。ほー、奇襲成功。なんとかこれを超えた先にフンはいるのかな。頑張れ。ほう、合ってる。ほう、あそこか。
あら、かわいい子ちゃん。ほう、かわいいぞ。危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。ほう、外でも元素の乱れによるざわめきを感じるわ。ほう、早くこの神殿を取り戻して気分をすっきりさせないとね。ほう、すっきりしていくぞ。さあ行くぜ。さあ行くぞ。私も少し本気を出そうかしら。ほう、本気を見せてもらおう。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。ほう、お姉さんに任せて。ほう、お姉さんだ。しびれなさい。ほう、しびれなさい。ほう、巻くわい。逃がさないわよ。ほう、いた。しびれなさい。ほう、しびれ。ほう、なるほど。雷元素の石碑ね。お、雷。なるほど。力で起動させてみるわ。足元に注意してね。逃がさないわ。これお塩。おお、なんかこいつは便利だな。それ。おお、走る。別に結構ガチで走ってるのちょっと面白い。見せたら、すごい。くそ、お前たち水に濡れている子と。ちょっとビリビリさせないと。電動率がアップ。つまり、ちょっとチャージに時間がかかるが、ちょっと逃げる、逃げるんだ。時間を稼いで一掃してくれる。おー、さあ、いつだ、サッカーボール。おー、水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。ほう、なかなかやるな。ん、私の首にある宝石が何かって。うそ、本気で聞いてるの。これは神の目よ。おー、落ちる。危なかった。危ない。ほう、見つけたぞ。これを壊せば帰って休めるわよね。ほう、休めると思ったら俄然勇気が見えてきたわ。ほう、それは風の塊みたいなもんだ。ほう、南風の獅子、ダンディライン、立ってないよ。北風の狼、ボレアス、西風の鷹、セピロス。あ、ブラックフェザー、サイエドセピロス。はあ、やっと全部片付いた。ああ、やったぜ。これでモンドの元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。ああ、よかったぜ。なんか強そうなモンスターが。おお、照準をしっかり。何、なかなか本気連携してくるというわけ。なんか強そうな敵が来ているぜ。いでよ。なに、ほう、貴様の敵、ほう、この俺の敵ではないわ。ほう、なんか強そうな敵が。ほう、強そうね。ほう、肌見してくれよ。おお、なんかわざわざ出てきそうだ。おお、来るな。おお、
少しはぁ、あ、おー、次は貴様だ。おー、バッサカッサドロー、バッサカッサドロー。おー、死の聖職。おー、なんかあった。おー、意味深なやつが。おー、なに60秒内すべての魔物ね。お、ダメだ、逃げるんだー。おー、ダメそう。うわー、やばいって。はぁー、爆殺。ほー、本当にしぶといんだから。ほー、あとは俺に任せ。ほー、うわー、ふーん、ガイア。ほう、まずい、これはまずいことになったな。どうする。ふーん、どうした、冷静になる。おお、旅人、これは千の風に感謝しないとな。今お前に出会えたこと、これはきっと神のおぼし飯だろう。ほう、凡人を助けるため風神が使わした使者よ、どうか手を貸してくれまいか。ほう、なんかモカモカするぜ。ほう、とにかく話を聞こうか。実は騎士団の奴らの耳には入れられない話でな、お前にしか頼めないんだ。だからここじゃちょっと場所を変えよう。そうだな、騎士団横の庭あたりがいいだろう。ついてきてくれ。この辺なら大丈夫だろう。はあ、早く教えろよ。一体何があったの。もういいえ。何から話すか。そうだな、まず一つお前たちに秘密を教えてやる。おお、秘密だと。俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。うん、いいぞ。実は俺の祖父は海賊だったんだ。ほう、へえ。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ、お宝についての記述を。ほう、レアカード。ガイア、それはどんなお宝だ。金塊か宝石か。ふん、それともレアカードか。金目のものなど三流のお宝さ。はあ、祖父の宝は剣だ。剣、はあ、手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。お、真剣フェニックスブレード。はあ、強そうだ。だが近頃ある宝刀団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。はあ、そりゃダメだ。悪い奴らに取られるぐらいならおいらたちが。とにかく安心しろ、おいらと旅人が力を貸すぞ。おー、力を貸すぜ。ほー、助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いい知らせを待ってる。はー、ガーハー、幻のレアカードは俺たちにグールズがいただくぜ。あー、いい。ほー、というわけで、なかなか面白いな。原神、まぁ、ちょっといろいろやり込み要素もありそうだから、ぼちぼちやっていくかな。というわけで俺はこれでターンエンド。